まあ、僕の名前は匠っていうんですけど、で辺に石で実るっていう字になるんですけど、まあ両親がその文字に込めた思いっていうのは、自分で切り開いて実るっていう意味。僕の出身は、大阪府泉佐野市です。まあ、自然も山も川も海も、割と、まあ、子供の時とかよく自然の中で遊んでたなっていう記憶があります。すごく活発な、子供だったと思います。僕 に、幼稚園年少か年中の時なんですけど、まあ、そのサッカースクールみたいな幼稚園が経営してる多分そのチームにの練習に入って、小さい頃は、まあ、ドリブルがすごく好きな選手でした。ドリブルして相手を抜いて、まあ、ゴールを決めるっていうことにすごくこだわっていたし、まあ、それが自分の中のサッカーの楽しさっていう部分でした。海外移籍、まあ、ヨーロッパで、サッカーをプレーするっていうことは僕の子供の頃からの夢でしたし、まあ、やっぱりなるべく早くプロになったら海外でプレーしたいっていう思いがあったので、で早く10代の頃にヨーロッパに来て、プレーするしてますし、その決断をしたので、まあ、それが一つの、まあ、大きな自分にとってのターニングポイントで、まあ、やっぱり違う文化に対して慣れるっていうのはすごく、僕にとって、まあ、難しい部分ではありましたね。それは食事であったりとか、まあ、時差であったりとか、まあ、家族や友達とかとの、まあ、距離というか、まあ、会えないので、まあ、すごく、ね、いろんな要素があって、まあ、難しい部分はありましたけど、でも、まあ、それにはもう慣れてますし、まあ、リバプールでプレーすることは自分の小さい頃からの夢でしたし、まあ、アジア人の初めての選手としてここにいられることはすごく嬉しく感じます。でもだからこそここで何かを、成し遂げたいと思うし、現状にはの自分の結果には満足していないですが、まあ、でもここで僕が活躍することによって今後、まあ、またアジア人の選手が僕がここを去った後にプレーするかもしれないと思うので、まあ、そういう選手のためにチャンスを少しでも広げるために、サポーターの、まあ、みんなに、まあ、アジア人の選手にねも、まあ、このチームで活躍できるんだっていういいイメージを持ってもらうためにも、まあ、このチームで、ね、まあ、もっと貢献したいなというふうに思ってます。